北朝鮮メディアは金正恩総書記が新型コロナの蔓延に対する勝利宣言をしたと伝えました11日付の労働新聞は10日に開かれた会議で金総書記が我が党と国家と人民の偉大な力をもう一度満点下に誇示した歴史的出来事として新型コロナへの蔓延に対する勝利宣言をして 通常の貿易体制に引き下げることを発表したと伝えました北朝鮮は5月に新型コロナ流入を初めて認め連日発熱者数を発表していましたが先月30日以降は新規の発熱者は出ていないとしていました一方金総書記が世界保健会の空前絶後の奇跡と誇る各国に比べて極めて低い致死率などから 発表される数字に懐疑的な見方も強くあります。